愛知県立本郷高等学校は愛知県北下良郡東栄町にあった公立高等学校。1948年に開校し、1950年に愛知県に移管された。2000年には愛知県立新城東高等学校本郷校舎に改称し、2007年度末をもって閉校した。1948年6月10日に設立の認可を受けて、 6月24日、北下良郡の7町村の学校組合率による、本郷高等学校が開校した。公明については、北下良郡東部の町村を母体とするため、東部高等学校という案も出たが、結局は、所在地の本郷を名称としている。開校当初は、規模の大きな民家、本郷町立東部中学校の一部、本郷高等裁縫女学校の校舎跡なども、 曲がりして授業を行った。1991年春高の篠の目めと上井健康の館への転用後の写真2年後の1950年4月1日には高校が愛知県に移管され5月25日に愛知県立本郷高等学校の開校式と校舎春工式が行われた。1951年3月には初の卒業生を送り出した。 第2期生は35人、第3期生は61人と卒業生数を増やしていったが、昭和20年代にはまだ高校進学率が高くなかった。1953年には平行まで続く高知に校舎を新築した。1966年には生徒数がピークとなり、約460人が在籍していた。近年に生徒数が減少したことで、 地域と一体となった生涯学習活動を進めており、1999年には学校図書室の住民開放を行った。愛知県教育委員会によると、文化祭など以外で図書室を開放する高校は珍しいという。蔵書は参考図書や小説などを中心に約1万7000冊であり、夏休み期間中でも日直がいれば対応していた。 2000年4月には、愛知県立新城東高等学校本号校舎に、改称した。2005年度の生徒数は61人であり、うち2005年度の新入生は、募集人員40人に対して8人だった。愛知県は2006年度に、生徒募集を行わないことを決定。2007年度末の2008年3月1日に、平行式が行われ、 最後の卒業生を送り出した。延べ卒業生は4736人。なお、同時に、豊田市稲部町の愛知県、竜田口高等学校稲部校舎も並行しており、奥三河にある高校は、設楽町の愛知県竜田口高等学校のみとなった。高校跡地に移転した東栄町立東栄、小学校2012年には、新城東高校本号校舎の土地や建物が、 愛知県から東栄町に譲渡された。2012年度から2013年度にかけて、新城東高校本号校舎跡地に、東栄町立東栄小学校の新校舎が建設され、2013年8月29日に、春工式が行われた。平行より8年早く2000年に閉鎖されていた、寄宿舎、篠の目漁は、2015年に隣接すると上位、 温泉花祭りの湯の当時施設、東栄健康の館に転用された。1991年春光の鉄骨鉄筋コンクリート造り2階建ての建物であり、延べ床面積は685平方メートルである。1971年春光と新しい管理棟を東栄町役場に転用する計画もあったが、結局は管理棟も2017年に解体された。 新城東高校本号校舎の閉行時の一時期、東栄町から下楽町への直通路線バスが消滅したため、東栄町唯一の中学校である東栄町立、東栄中学校からは、最大で年10人前後が県境を越えて、静岡県立佐久間高等学校に進学していたが、2010年のお出かけ期間説発足で東栄町から下楽町への直通路線バスが再開したことや、 2014年から北下良郡内の他の3中学校に遅れて、東栄中学校と愛知県立田口高等学校の連携型中高一貫教育が始まったことで、県座会合への進学は減少傾向にある。ありがとうございます。